パトリック・バーソロミュー・アハーンはアイルランドの政治家。一般的にはバーティア・アハーンという名前を用いる。1997年6月26日から2008年5月7日まで同国首相を務めた。アハーンは1977年からダブリンセントラル選挙区でドイルエアラン議員に選出されている。首相就任以前にはチャールズ・ホーヒー政権や アルバート・レノルズ政権において労働省や財務省を務めている。またレノルズ連立政権崩壊後、短期間ではあるが副首相を務めた。1994年、アハーンは共和党の第6大党首に選出される。アハーン体制の下で、共和党は3期にわたる連立政権の主犯を務めたが、その首相在任日数は、 エえもではあれらに次いで2番目に長いものとなっている。アハーンは2008年5月6日に首相を辞任し、当時財務省だったブライアン・カウエンが公認についた。アハーンはダブリンのドラムコンドラで生まれた。ドラムコンドラはダブリンセントラル選挙区に含まれており、アハーンは生涯にわたってこの地に住んできた。アハーンは共に航空ク県出身である父コンと母、 ジュリアの間に生まれた5人の子供の抜子である。両親は1937年10月に結婚し、ドラムコンドラのチャーチアベニューに今日構え、その後の生涯をそこで暮らした。残る4人のケーは、モーリス、キャスリーン、ノエル、アイリーンである。ダブリンで、今はオールハローズ・カレッジの農場経営者で生計を立てていた。また、兄ノエルも政治家であり、 ダブリンノースウェスト選挙区選出でドイル議員に選出されている。父親のコンは1904年にコーク県キンセール近郊のバリーフィアードの農家に生まれた。母親ジュリアもまた農家の出でコーク州西部のキャッスルドの番生まれである。コンは1930年代に司祭に就くためにコーク県を出てダブリンに移ったがビンセント修道会での習得を得ることができなかった。 コンは、アイルランド内戦を戦い、またエモンでバレラや、反 AI 条約派の共和国軍を支持した。コンは、共和国軍第三航空旅団に加わり、独立戦争後も数十年にわたって、過激共和派に属し、1990年に英民した。ジュリアは1998年に87歳でよう、サリ・ダブリンのグラスネービンセメタリーに埋葬された。アハーンは、 ドラムコンドラの聖パトリック国民学校とホワイトホールの聖愛団クリスチャンブラザーズで学んだ。その後、ダブリン工科大学のラスマインズカレッジオブコマースで第3段階教育を受ける。自身や他者による人物紹介では、アハーンはユニバーシティカレッジ、ダブリンやロンドンスクールオブエコノミクスで学んだとしているが、両大学には アハーンが学生として在籍していたという記録がない。アハーンはダブリンメイター病院の経理部門に勤務していたが、2006年のテレビでのインタビューや2008年5月のラジオでのインタビュー、所属政党のウェブサイトなどでは会計士を自称しているものの、いずれの会計士協会からも資格を受けていない。アイリッシュインデペンデント紙はアハーンを経理事務としている。 1972年までにアハーンは、後の妻となる、アハーン家の近くに住んでいた、銀行員、ミリアム・ケリーに出会っている。アハーンとケリーは1975年に結婚した。アハーンは、ジョージナとセシリアの二人の娘に恵まれた。ジョージナは、ウエストライフのニッキー・バーンと結婚し、セシリアは、ベストセラー作家となっている。アハーンとミリアムは1992年に、 別居している。2003年まで、アハーンは、公務員、セリア・ラーキンと愛人関係にあった。このため、アハーンは、法律上の別居をしていた、最初の首相となった。アハーンは、敬虔なカトリック教徒である。毎週土曜日の晩には、ダブジンの聖マリア臨時司教座制度でのミサに、列席している。ところが、アハーンは、 セリア・ラーキンとの愛人関係を公にしていることで、かつてのダブリン大司教、デスモンド・コネルに批判されている。ラーキンは2005年7月にアハーンの推薦によって、国立消費者公社の取締役に任命された。アハーンは、スポーツの熱狂的なファンである。ダブリン側のサポーターであり、クロークパークの試合を観戦している。またマンチェスター・ユナイテッド FC を応援し、 オールドトラフフォードでの試合やランツダウンロードでのラグビーの試合も観戦する。2001年には RTE2 の番組ザ・プラミシップに評論家として出演している。アハーンは1965年の補欠選挙の活動でドラムコンドラの街頭によじ登って選挙ポスターを吊り下げたというところから共和党に関わっていくようになる。 この選挙期間中にアハーンは政治における死で、後に首相となるチャールズ・ホーヒーと出会う。アハーンは17歳の時に共和党の党員となり、1969年の総選挙では、ホーヒーの選挙区で応援活動を行った。アハーンが初めて立候補したのは1977年の総選挙であり、この結果共和党は単独政権を発足させた。 アハーンは新設されたダブリンフィングラス選挙区で選考第一位として4000票を集めて当選した。この選挙以降、アハーンは国内でも票を多く受ける候補の一人となっていた。議員となって間もない頃は、アハーンは無名で議場でも候補に座る新人であったが、野心的な行動を示すこともあった。1979年、 選挙区も同じであるホーヒーとジョージ・コリーが当主、そして首相の座を争った。この時、アハーンは1970年代半ばから保健委員会で共に行動してきたホーヒーを支持していたとされている。ホーヒーがコリーとの決戦に勝利したことで、アハーンは首相不担当国務大臣補佐に任命された。 1980年、首相府担当国務大臣であるショーン・ムーアの治病により、事実上、アハーンが首相府担当国務大臣職を務めるようになっていった。1981年から1982年にかけての3回の総選挙で、アハーンは個人得票を増やしていき、同じ選挙区から立候補したかつての首相候補であるコリーの得票数すらも上回った。 短命に終わった1982年の共和党政権で、アハーンは首相府担当国務大臣を務めた。共和党はその後5年間を野党として過ごすこととなり、この期間にアハーンはドイルの労働委員会委員を務め、また1986年にはダブリン市長となった。1987年、共和党は少数与党でありながらも政権を奪還した。 アハーンは労働省に就任したものの、労働省は当初あまり重要な役職と考えられていなかった。しかしながら、その後数年間において、労働省はアイルランドの加工する経済を刺激する点において、重要な役割を担うようになっていった。政府を代表して、アハーンは労使間の間で賃金の合意について協議した。この協議と以後の賃金交渉の合意は、 アイリッシュモデルと呼ばれるようになり、多くのヨーロッパ諸国でも取り入れられていった。1989年、ホーヒーは、総選挙を前倒しして実施した。共和党は議席を失い、進歩民主党との連立政権受立を余儀なくされた。アハーンは引き続き労働省として閣内に留まった。1990年、アハーンは、大統領選挙で、 同廃閣僚のブライアン・パトリック・レニハン陣営の選挙運動を指揮することとなった。ところが、圧倒的に有利であるはずのレニハンが無所属候補のメアリー・ロビンソンに敗北したことで、選挙運動の責任者であるアハーンの失態が目立つ結果となり、アハーンは大きな打撃を受けた。1991年、共和党と新法民主党の政権協定が見直された。アハーンは、 この競技で再び重要な役割を果たした。政権維持の望みが揺らいだところで、アハーンは両党間の亀裂を埋め、連立は軌道に戻った。この一連の競技の結果に対して、ホーヒーはアハーンを競技に参加した中で、最も熟練し、最も腹黒く、最も狡猾だと評した。百九十一年十一月、当時財務省であったアルバート・レノルズが、 党首選挙に立候補し、ホーヒーに挑んだ。この時、アハーンは、ホーヒー支持を表明していた。レーノルズは、敗れ、自身と、その支持派は内閣を追われた。内閣改造で、アハーンは、財務省に就任した。1992年初頭、ホーヒーは、首相と党首を辞任した。アハーンは、ホーヒーらに、その公認に名乗りを上げるよう促された。ところが、 アハーンは慎重な姿勢を持ち、党首選挙への立候補を見送った。これにより、レーノルズが党首、そして首相に就任した。この時、アハーンは、レーノルズとの間で、自らが引く代わりに、レーノルズ政権での閣僚に残すという内容の取り決めがあったとされている。全政権での主要閣僚の打ちた、アハーンとマイケル・ウッズの二人だけが、レーノルズ政権に残り、 アハーンは引き続き財務省を務めることとなった。1992年の総選挙を受けて、共和党は労働党と連立政権を発足させることになった。ところがこの政権は、高等裁判所人事に関するレイノルズ案に対して、労働党が反発し、連立を離脱したことによって終焉した。アハーンは労働党党首のディックスプリングが務めていた副首相を引き継いだものの、 その後間もなく政権は崩壊し、レイノルズは首相と党首を辞任した。1993年、当時アハーンは財務省に在任していたが、この時複数の企業から合計3万9000アイルランドポンドを受け取っていた。この収入については2006年まで明るみに出ることがなかった。1994年11月19日、アハーンはレイノルズの後を受けて、 共和党第六大党首となった。この時1959年のショーン・レマスの時以来となる無投票での党首選出であった。党首就任から間もなく、アハーンは労働党の政権残留協議を開始した。この時連立維持、アハーンの首相就任が見込まれていたが、新たな対立が生じたことで労働党は連立を離脱し、アハーンは野党党首となった。 1997年の総選挙で共和党はアハーンの人気に頼った運動を展開した。共和党は議席を増やし、4人の無所属議員の支持を得ながら、進歩民主党との連立を組んだ。1997年6月26日、アハーンは45歳という史上最年少でアイルランド首相に就任した。アハーンの第一次政権の最初の6ヶ月は課題が積まれていた。 まず、アハーンは、デイビッド・アンドリューズを国防省圏外務政務次官に指名しようとした。ところが、このような閣僚都会の役職等を兼務させることは、憲法に反するため、アハーンは再検討を迫られた。次に、首相就任の翌月となる7月に、ホーヒーが小売業のダンズス,ストア創業者である弁談から130万。 アイルランドポンド相当の物品を受け取っていたことについて審理するマクラケン法廷にかつては否定していたものの自ら証拠を提出するということがあった。しかしながらこの件では政権よりも法費個人の評価の方への打撃が大きかった。そしてアハーン政権で外相となっていたレイ・バークの疑惑が再び浮上した。バークは3万アイルランドポンドの賄賂を受け取っていた。 ことを認めて、辞任を余儀なくされた。この2件に対して政府は、モリアーティ法廷とフラット法廷を設置した。就任6ヶ月で最も高く評価されたのは、IRA 暫定派の急戦が再開したことであり、これで、北アイルランドとの競技再開への道が開けた。アハーンの一期目における大きな功績として、ベルファスト合意、あるいは、 正金曜日合意への協議を開始したことが挙げられ、この協議で、イギリス、アイルランド両国政府と、北アイルランドのほとんどの政党が、北アイルランドの権力分担に向けた、もっぱら平和的かつ民主的な枠組みを設置することとなった。ベルファスト合意は1998年4月10日に、調印された。ベルファスト合意は、各政党だけでなく、イギリス、アイルランド両国政府と、 アイルランド共和国及び北アイルランドの市民にも指示された。合意と合意によってなされた休戦と政治構造により和平が進められた。この協議を通じてアハーンはイギリス首相トニー・ブレアとの関係を強めていった。1998年11月26日、ブレアはイギリスの首相として初めてドイルで演説した。 また2003年9月24日には、アハーンとブレアは正金曜日合意によって、イギリスと北アイルランドに平和をもたらしたことに対して、共にトーマス・ジェイドット国際正義人権賞を受賞した。2008年5月22日、アハーンとブレアは和平プロセスにおける功績が認められ、クイーンズ大学ベルファストの名誉博士号を受けた。総長のジョージ・ミッチェルは、アハーンを 平和をもたらし、橋を架けた人物、エーマン・オブ・ピース・エ e a ルダー b ブ・ブリッジズと称えた。アハーンの首相在任中は、アイルランドの高度経済成長期、いわゆる、ケルトの虎と重なる。繁栄と生活水準の向上は、ケルトの虎がもたらした成果であった。他方で、公共医療や運輸部門における、社会基盤を整備していったことで、赤字が増大していった。市場。 第2位となる長さとなった第28期ドイルは任期満了を迎えた。共和党と新歩民主党による連立は5月17日の総選挙で過半数を得たことで引き続き政権を担うこととなった。共和党は単独での過半数獲得を目指したが目標の84議席に3議席届かなかった。連立政権はドイルにおいて共和党と8人の進歩民主党所属議員で 合成されることとなった。政権が選挙で再任されたのは、1969年のジャック・リンチ政権以来となった。この時野党のフィナ・ゲールは議席を大幅に減らした。左から、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ダブル・ブッシュ、イギリス首相、トニー・ブレア、パハーン2002年の総選挙から間もなくして、世界経済やアイルランド国内の経済が減速した。 ことにより財政支出の削減が発表されたが、これは議論を呼び起こした。選挙期間中に財務省チャーリー・マクリービが歳出削減などを考えていないと発言していたため、財政支出の削減は公約に反するものとなった。政権は世論から特にイラク戦争関連でも発言と行動の不一致について批判を受けた。 政権に対する世論調査での支持率は大きく落ち込み、アハーン人気も最低水準にまで落ち込んだ。2003年にはイラク戦争に対する国内の反発があったにも、かかわらず多数の部隊を乗せたアメリカ軍の輸送機がシャノン空港で燃料供給を受けていたことが発覚し、政府はこの論議に追われることとなった。アイルランドは国家樹立以来の国勢として、 あらゆる紛争において中立を維持することを掲げてきた。当初政府はアメリカ軍部隊がシャノン空港を使用していないとしてきたが、これが事実と異なっていることが発覚すると、政府はアメリカ軍に対してシャノン空港の使用を50年間認めていると主張した。世論調査でのアハーンに対する支持率が低下し、また2004年の地方選挙では共和党は過去80年間で 最悪の結果となった。それでも、なお首相、投資交代が起こることはなく、アハーンはその後の世論調査で支持率を回復させていった。2004年にアハーンは予想に反して内閣改造を実施したものの、アハーンを脅かす存在として最有力候補と見られたシェーマス・ブレナンを閣僚から下ろすことができなかった。この内閣改造は一部からの期待に反して、 新たに内閣に加わったのが3人にとどまるほどの小規模なものであった。政権が優先する事項を変更し、また経済成長が続いたこともあって、アハーンに対する人気の落ち込みは短期間で終わった。アハーン政権では2004年3月に職場や公共の屋内における喫煙の禁止を定めた法律を施行している。また、交通機関でもダブリンのライトレール、 ルアスの開業、高速自動車道の新設、国有の空港運営企業エアリアンタの解体といったことがあった。2005年の聖パトリックの祝日の祝賀行事で、ブッシュにシャムロックの蜂を送るアハーン2004年11月、アハーンは共和党党首就任から10周年を迎えた。2006年には首相在任期間が英文でバレラに次ぐ史上第2位となった。 2004年にアハーンは、リ番制の欧州理事会議長を務め、この任期中に加盟国の首脳は、欧州憲法条約に合意し、また欧州連合とアメリカとの関係回復や銃、各国の新規加盟へ、次期欧州委員会委員長に、ジョゼマヌエル・ドゥラン・バローゾの任命といった出来事があった。アハーン政権は、オランダのネダップ社から、電子投票システムを5200万ユーロで導入したが、 このシステムの安全性に問題があり、投票結果が改ざんされる恐れがあるという指摘がなされた。連立を組む新法民主党は、1994年にマンチェスターでの公演の報酬8000ポンドスターリングの詳細について答えるべきだとした。またマンチェスターでのアハーンの様子や宴会に出席していた人物の名前が次々と明らかになっていったこと。 特に実業家、マイケル・ウォールが、アハーンに住宅を売却したことが明るみに出ると、連立政権は不安定なものとなっていく恐れがあった。アハーンが、ドイルで二度にわたって謝罪し、政治家の倫理に関する法令の強化で合意したことにより、連立の緊迫した状況は和らいだ。2006年12月に、モリアーティ法廷は、その報告書において、 党への献金を,指摘留意をしていた、当時の党首であるホーヒーに白紙小切手を渡していたことについてアハーンを非難した。さらに共和党への献金と法廷による調査でこれらの資金の管理にアハーンが関与していたという疑惑が持ち上がった。2007年5月、アハーンはイギリス議会の上下両院での合同会議においてアイルランドの指導者として初めて演説を行った。 2007年の総選挙で、アハーンは3度目の勝利を得ようと考えていたが、同年4月の世論調査では、アハーンに不利な結果が出された。2007年4月の世論調査では、連立与党の支持率は、共和党が35%、進歩民主党が3%であったのに対して、フィナゲールと労働党の組み合わせに対しては38%が、支持するという結果が出された。 さらに4月27日の世論調査の結果では、共和党と新保民主党の支持率が、それぞれ34%、3%となったのに、対して、フィナゲールと労働党は、それぞれ31%、10%となった。労働党は2007年2月の党大会で、労働者の80%が収めている、所得税の基本税率を20%から18%に、 引き下げるという公約を掲げ、メディアなどを賑わせた。共和党と進歩民主党による連立政権による所得税減税は最高税率の引き下げにとどまっており、労働党の減税案は共和党の敗北の可能性を強めるものとして打ち出された。アハーンは選挙期間中、サンデーインデペンデント紙の記者応援ハリスの強い指示を受けた。ハリスは反。 アハーン運動について、自らの記者人生で見てきた中で最も汚い、メディアの情報操作であると断じ、アハーンと共和党への支持率が低迷することは、シンフェイン党の利益となるとした。その後ハリスは、アハーンから総選挙後の8月3日にシャナズ、エアラ議員に任命された。アハーンは4月にドイルを解散し、5月24日に総選挙を実施することとした。 共和党は前回の総選挙から3議席少ない78議席を獲得した。アハーンの政治資金疑惑が選挙運動で影を落とし、大敗する可能性があった中で、この結果は共和党の勝利とされた。他方で連立を組んでいたシンフォ民主党は党首が落選するなど、改選前の8議席から2議席にまで減らす敗北を喫した。 ダボスでの世界経済フォーラムで演説するアハーン2007年の総選挙を受け、アハーンは共和党、緑の党、新法民主党による連立政権の主犯として、3党以外にも無所属議員からの指示を受けて首相3期目に入ることとなった。共和党が連立の相手として複数の政党と組むのは今回が初めてのことである。政権を獲得するにあたり、 アハーンの総選挙後の選択肢としては、進歩民主党との連携に加えて、共和党に近い無所属議員2人と残る3人の無所属議員の中の1人以上の支持をまとめることが、一つ、もう一つの選択肢として、緑の党か労働党のいずれかとの連携があった。結局、共和党は、緑の党との連携を協議し、無所属議員のジャッキー・ヒーリー・レイ、ビバリー・フリン、 フィニアン・マクラスの指示を受けて三党による連立政権を発足させた。しかしながら、一旦は献金として受け取ったものの後に、借入金とされた資金問題が取り沙汰されると、2006年9月まで不正な行動によって政治家として傷つくこともなく、テフロン最小とまで評されたアハーンの名声は損なわれていった。アハーンは国内外のメディアから批判を受けた。 ところが、このような批判がなされても、なお、世論調査で、アハーン政権に対する支持率が急上昇し、野党の支持率は下がっていった。世論の55から64%が、アハーンがそのような資金を受け取ったことを間違いとする一方で、共和党への支持率は39から42%と上昇し、フィナゲールが20から26%、 労働党が10から11%となったのとは対照的な結果となった。また、世論の3分の2は、アハーンは辞任するべきではないと考えていた。この世論調査はメディアのやり玉に挙げられ、アイリッシュタイムズ紙は我々国民の意見を十分に反映したものではないと評した。2007年5月22日にアハーンは、ビレッジ市でのインタビューで60歳で正解を、 引退する意思を明らかにし、長くて2012年まで続くことになっている、当時のドイルの人気満了を待たずに、首相から退くとした。2007年7月4日、アハーンは、ドニゴール県での集会において、経済情勢を傍観したり、あるいは不平を漏らしたりしている人が、なぜ自殺しないのか理解できないと発言した。この出言は、アイルランド経済が低迷し、バブル状態だった。 不動産価格が最大で10%下落した頃になされたものであった。アハーンが政治資金の問題を追求するマーン法廷に出廷した直後の2007年9月の世論調査ではアハーンの会計処理を信用していると答えた有権者の割合は3分の1を下回った。それまで野党はアハーンの資金問題で沈黙してきたが2007年9月に 労働党党首のエーモン・ギルゴアは、マーン法廷に出廷するにまで至った、アハーンに辞任を要求した。フィナゲール党首のエンダ・ケニーは、マーン法廷でのアハーンの、だらだらとまとまりのない答弁を強く批判した。ケニーは、先制をしたはずのアハーンの法廷での証言が、だんだん変わってきていると指摘し、信頼性に難があり、首相の資質が問われるものとなっていると急断した。 9月26日のドイル再会にあたり、ケニーはマーン法廷での発言から、アハーン政権に対する不信任動議を提出した。これに対して、緑の党、新法民主党、政権寄りの無所属議員はこの動議に反対した。3時間にわたる議場での激しいやりとりで、アハーンは虚偽発言を追求され、辞任を求められた。不信任動議は、共和党議員のほか。 緑の登録人、進歩民主党二人、無所属議員四人が政権支持に回ったことで、81対76で否決された。しかしながら2007年11月の世論調査では、有権者の4分の3が、アハーンは、マーン法廷で、資金源について十分な説明をしなかったと考えていた。またこの調査では、 有権者の半数以上が資金に関する一連の疑惑がアハーンの重大な政治問題と考えていた。2008年1月22日の世論調査では78%の回答者がアハーンの資金源と納税に関する問題で真相が明らかになっていないとし、明らかになったと回答した割合はわずか14%にとどまった。2008年2月22日に 環境省のジョン・ゴー・ムリーは、マーン法廷で首相について明らかになった事実のために政府の仕事が難しくなっていると発言した。またこれと同じ日に野党各党は首相の資金問題を国の恥という烙印を押し、早期に辞任に追い込もうとした。1990年代にアイリッシュ住宅金融組合のドラムコンドラ支店にある アハーンの預金口座にポンドスターリングを預金していたことを元秘書のグレイン・カルースが認めたことで共和党に衝撃が走った。2008年3月27日、マーン法廷でのアハーンとカルースの証言が食い違うことに困惑が広がり、かつて共和党に所属していた進歩民主党党首のメアリー・ハーニーはアハーンに釈明を求めた。連立政権内の動揺はさらに拡大し、 緑の党党首のゴー・ムリーもアハーンに対して元秘書との証言の矛盾について説明するべきだと発言した。2007年11月25日に発表された世論調査の結果では経済の不確実さが続く状況に反して政府や高級官僚の報給が大幅に増額することが発表され、また、 公共医療の機能不全といったことを受けて共和党に対する支持率が7%下がった。2008年4月2日、アハーンは翌月6日に首相と投資を辞任する意思を明らかにした。2008年4月30日、ワシントン DC でアハーンはアメリカ合衆国議会で演説を行った。アイルランドの指導者として同国議会で演説したのはアハーンで6人目であった。 また、イギリス議会とアメリカ合衆国議会の両方で演説を行った人物としても、アハーンは6人目となった。2008年5月6日、アハーンは首相最後の公務として、北アイルランド首相のヤン・ペイズリーと共に母院側の戦い観光センターの開館式典に出席した。アハーンは、マーン法廷から当時首相だったホー,ーに対して、を確認することなく、 白紙小切手に署名したことを求断された。アハーンは法廷で白紙小切手に署名したことは運営上の便宜のために共和党党資名義の預金口座に使われたと発言した。また2006年9月にアイリッシュタイムズ紙はマーン法廷から不正に漏洩されたアハーンが1993年に財務省に在任していた時にある実業家から 金銭を受け取ったとする内容の情報を掲載した。アイリッシュタイムズはサンデービジネスポストに対して漏洩文書の発行を差し止めた最高裁判所の判断に賛同しないと表明し、マーン法廷での尋問は世間が関心を持つものであるとして発行を弁護した。この最高裁判所の命令はサンデービジネスポストに対して下されたものだが、 この仮命令は真理で得られた信頼できる情報の公表をすべてのメディアに対して差し止めたものであった。アハーンは金銭を受け取ったことを認めたが、インタビューで次のように発言している。私が個人的にもらったものは、はっきり言わせてもらうと、君には関係のないことだろう。私が誰かからプレゼント、あるいはそのようなものとして何かを受け取ったのならば、 私はそれを使っても構わないのだからね。しかしながら、アハーンは野党時代の1996年に次のように発言している。国民は自ら選出した議員や役人、そして特に大臣が資金に関して綺麗であるという絶対的な保障を持つ権利を持っているのです。こういった法人は誰に対しても金銭上の債務を負わないのだと認識している。必要があります。 アイリッシュインデペンデントとアイリッシュタイムズはこの二つの発言の矛盾を社説で批判している。この資金のやり取りが発覚してから6日後、アハーンは1993年と1994年に合計で3万9000アイルランドポンドを受け取っていたことをテレビのインタビューで認めた。アハーンはこの資金を当初は借り入れ金としていたがインタビューを受けた時には返済も 利息の支払いもしていなかった。これについて、アハーンは受け取った資金を返還しようとしたが、友人が受け取ろうとしなかったのだと述べた。その上で、アハーンは政治倫理上でも、税制上でも、その他の法令においても何ら間違いを犯していないと主張した。しかしながら2007年11月28日に NCB グループ最高経営責任者のパドレーク、オコナーは、 マーン法廷において古くからの友人が貸し付けを行ったのは1993年のクリスマス以降のことだとする主張を真っ向から否定した。さらにこのテレビ向けインタビューでアハーンはマンチェスターの企業経営者25人から8000ポンドスターリングを受け取ったことを認めた。これについてアハーンは求めてもいないのに受け取らされた献金であり国外で受け取ったものである以上は 非課税だと主張し、また会食後にスピーチを行ったことに対して支払われたものだとした。さらにアハーンは、詩人としてで受け取ったものあって、財務省として送られたものではないとし、またこの他の会合の場では、一切の金銭を受け取っていないと述べた。これに対して2006年9月30日付のアイリッシュタイムズの記事では、この金銭のやり取りの一部は、実際には、 アイルランドの大手投資銀行である NCB ストックブローカーズ宛ての小切手であったと報じた。またアハーンの支持者の多くが国の機関の役員となっていた。見返りを求めたり受け取ったりしていないとしつつ、アハーンは次のように述べている。私はいろんな人に役職についてもらったが、それは彼らが友人だからであって、彼らが私に何かをくれたからではない。 公職基準委員会の規定では以下のようになっている。国は当該人物の能力、適性、経験を考慮し、その利益に基づいて役職に任じるものとする。また、ドイルの議員の行動については次のように規定している。議員は行動規範の規定取理念に従って行動し、またその行動は自らの役職や議員の信用を失意せしめることがないようにしなければ、 ならない。しかしながら、世論の厳しい評価に直面し、アハーンは5%の利息をつけた計9万ユーロを返却した。2006年10月3日、アハーンはドイルにおいて15分間の演説を行い、アイルランド国内の友人から受けた計3万9000、アイルランドポンドの借り入れと、1993年と1994年にマンチェスターで、 企業経営者から受け取った8000ポンドスターリングについて釈明した。この中でアハーンは自らがもたらした問題について次のように述べて謝罪した。昨今の問題が発覚し世間の皆様にご心配をおかけしてしまっていることは私自身と私に近く親しい方々にとって不徳のいたすところであります。私の友人たちアイルランド国民、そして本院に 私の謝罪の気持ちを申し述べます。2008年3月20日、マーン法廷において、アハーンの元秘書であるグレイン・カルースが、住宅金融組合のアハーンとアハーンの娘名義の、預金口座に15,500ポンドスターリングを預け入れた可能性があるということを認めた。カルースは、この前日にアハーンの口座にポンドスターリングを入金していたということを否定していたが、 その翌日に、記憶では現金を見たことがないとしたものの、事務処理として、アハーン名義で口座にポンドスターリングを入金した、可能性があるということを認めた。アハーンは2008年2月の法廷での証言で、自身と自身の娘名義の口座の預金は、政治家としての歳費や報給であるとしていた。さらにアハーンが1994年に、自らの銀行口座に預金していた5万。 アイルランドポンドについて疑惑が浮上した。アハーンは、この預金は1987年から1994年までの間に預け入れたものであるがと主張したが、しかしながら、アハーンはこの期間に実際に利用していた銀行口座を持っていなかった。この期間にアハーンは労働省を経て財務省に就任している。アハーンは労働党党首のパッドラビットから、 銀行口座を持っていなかったのならば、圧縮して、靴下の中に貯めていたのか、と質問された。また社会党党首のジョー・ヒギンズからも、靴箱の中に貯めていたのか、と質問された。アハーンはこれらの質問に対して、自らの手元で貯めたものだと答えた。2006年10月5日、1994年に、アハーンがマンチェスターに拠点を置く。 アイルランド人企業経営者のマイケル・ウォールからダブリンにある住宅を購入したという情報がドイルに流れた。ウォールは1994年にマンチェスターでの催しでアハーンに謝礼として8000ポンドスターリングを支払っている。この情報によって連立政権内にさらなる緊張がもたらされた。2006年10月10日にアハーンは再びドイルにおいて 1990年代の初めに個人的な目的で借り入れや贈与を受けたことは間違った判断だったとした。さらにアハーンはその前の週にこの金銭の受け取りは問題がないとしていたことについても謝罪した。アハーンはすでに公職にある者がその友人から金品を提供された時には公職基準委員会の指導を受け、 その判断を仰ぐことを求める内容の政治倫理法の規定に従っていると述べた。アハーンについて、不動産開発量、オーンオカラハンから5万アイルランドポンドを見返りとして受け取っていたという疑惑が浮上した。この疑惑について、アハーンは、航空券の企業経営者、デニス・オブライエンを相手取って、名誉毀損訴訟を提起し、勝訴している。ところが、キャスターの英ン,ンフィは、 マーン法廷において、1990年代にショッピングセンター開発でアハーンに便宜を図ってもらったということをオカラハンから聞いたと証言している。アハーンとオカラハンは否定したものの、元不動産開発業者のトムギル・マーティンは、ダブリン西部にあるクオリーベールの土地開発に関して、1989年に5万、アイルランドポンドを1993年に3万、 アイルランドポンドをアハーンに送ったことをオカラハンが話していたと述べている。さらにギル・マーティンはオカラハンが関心を寄せていたアスローンの土地の税制に関してアハーンに2万アイルランドポンドを渡したということをオカラハンから聞いたと主張している。この税制とは1994年12月の共和党政権が崩壊する前にアハーンが財務省として成立させた法律のこととされた。 2007年3月、マンチェスターのアハーンの講演者パディレイリーが、アハーンの地元のダブリンセントラル選挙区における選挙対策の責任者に任命された。これについても2007年4月にアハーンの元運転手の発言から、1994年に当時財務省だったアハーンが、一杯の現金を詰め込んだブリーフケースをマンチェスターに持って行ったという疑惑が持たれた。 アハーンはこの疑惑を否定している。この金銭樹受の詳細は、アハーンの立場を悪くするものと見られていたが、2007年の総選挙の結果では、その影響が小さいものとなった。2007年4月の世論調査では、およそ半数の有権者が、アハーンは金銭樹受問題について、説明責任を果たしていると答えていた。アハーンの当時愛人だったセリア・ラーキンが、 アハーンが後に購入することになる住宅の改築費用に充てるためにマイケル・ウォールから3万アイルランドポンドを受け取っていたという疑惑が2007年5月に浮上した。2008年2月2日にマーン法廷でアハーンの元愛人セリアラーキンが1993年に購入した住宅の代金はドラムコンドラにあるアハーンの選挙区団体に寄付された資金で賄われたと されていたところがこの資金が、ラーキンに対する貸し付けであると示したり、あるいは口座からおよそ3万ポンドが引き出されたことを証明したりする記録がなかった。ダブリンの企業経営者、ティム・コリンズは、アハーンが、ラーキンが3万ポンドを借り受けたとされている、いわゆる BT 口座の共同名義人であることを否定した。コリンズは、デス・リチャードソンとは、DT 口座を共有していても、 BT 講座がバーティーとティムを指すものはないとしたのである。2007年9月13日、アハーンは4日間の日程でマーン法廷に出廷することとなった。この日、アハーンはマーン法廷に協力してこなかったことを認めた。弁護団は、もたらされた情報は、アハーンが認めますと答えた、アハーンに向けられた質問をべて網羅していなかったと述べた。翌日の9月14日、 アハーンが問題となった2万5000アイルランドポンドに関する言い分が変わったことを受け、アハーンの法廷における証言の矛盾が明確となった。1週間後の9月21日、アハーンは再度言い分を変え、問題の核心を思い出せないと発言した。裁判長のアラン・マーンは、アハーン首相から提出された出入金記録には、本法廷が、 その記録を辿ることを困難にするような重大な乖離があるとした。ハンジジェラルド・キースは1990年代初頭の3万ポンドスターリングの買い物について記憶がないとしたことを別のハンジメアリー・ファハティはアハーンが1995年1月にアライド・アイリッシュ銀行のオコンネル・ストリート支店の口座から5万アイルランドポンドを引き出した理由の説明が 全くの正反対であることをそれぞれ求断した。9月24日、銀行に残る記録や、元愛人ラーキンの証言とアハーンの発言が、食い違うと法廷が断定したことにアハーンも同意した、ことで、矛盾、記憶の祖母、先誓をした上でのアハーンの証言との相違がさらに、生じた。アハーンは、銀行の記録が正確であるならば、 ダーキン氏がその日に28,772.90アイルランドポンド相当のポンドスターリングの両替を行ったということは事実ではありえないということになるでしょうとして法廷の考え方に同意したのである。2007年12月20日と翌21日、アハーンは追加された2日間でマーン法廷から1990年代の自身の資金について質問された。 2008年1月、マンチェスターで受け取った金額に対する課税と、マンチェスターでの金銭の授受が明らかになっていなかった2002年の申告した納税状況について、国税庁と話し合っているということが明らかになった。これについて、フィナゲール党首のエンダ・ケニーは、税制を守っていると堂々と言えないような人物が、首相の職に留まっていることは認められないと批判した。 2008年2月12日、アハーンはドイルにおいて、マーン法廷に提供したと述べていた情報について、マーン法廷はそのすべての情報を提示されていないということが明らかになった。さらにアハーンは、高等裁判所で訴訟を提起し、2006年にドイルにおいて明らかにしていた情報について、マーン法廷が取り上げたり、アハーンに対して尋問したりしないよう求めた。 マーン法廷がアハーンの資金について公的に調査しなければならない蓄財やその他の取引の合計額は45万2800アイルランドポンドを下らない巨額の資金が1995年までに蓄えられたにもかかわらずこれらの蓄財や取引は1988年から1997年までの間になされていた2008年6月4日アハーンは 秘書が法廷で証言する以前に、ポンドスターリング蓄材を知っていたことを認めたが、この日マーン法廷に出廷したアハーンは、その蓄材について、競馬で予想が当たったことによるものだと述べた。2008年1月中旬、マーン法廷関係筋からもたらされた情報によると、アハーンはドイルに対して、納税証明書を提出できないということが報道で明らかになった。 納税証明書は国税庁が発行するものであるが、この証明書は当該人物が適切に税金を納めていることを明らかにするものである。ドイルの議員は2008年1月31日までにこの証明書をドイルの委員会に提出することが政治倫理法によって義務となっている。しかしこの証明書が提出されないということは、アハーンが国税庁との間で協議を 行っているということを示すものである。公職基準委員会は2002年の総選挙以降のアハーンの納税状況について調査するよう求められた。納税証明書を提示できないという事態を受けてアハーンに対する辞任を求める圧力がさらに強まった。またアハーンは、ウラクタスの議員でただ一人納税証明書を提出していないという状況となった。2008年1月14日、 南アフリカ訪問中のアハーンはこの問題について、エンダケニーを、恥知らずの嘘つきと呼ばわった。またアハーンと共和党の対応は、税金未納問題を直接取り上げるものではなく、アハーンの納税状況についての情報が漏れたということを非難するものであった。労働党党首のギルモアは、アハーンが、個人資金の報告書を少なくとも4種類提出しており、 納税証明書を受け取ることができないのだと述べて、アハーン叩きに加わった。2008年2月21日、アハーンは、マーン法廷に対して、初めて1990年代の財務省、在任中に受け取った報酬にかかる税金を支払っていなかったことを認めた。2007年10月25日、法級検討委員会からの政府交換や、 閣僚の報給の引き上げ勧告に政府が従ったことについて、アハーンは批判を受けた。首相職の報給は年3万8000ユーロ引き上げられて31万ユーロを受け取ることとなるが、この額が支給されていれば、アメリカ合衆国大統領も上回り、欧州連合加盟国の政府首脳としても最高額となる。野党からは、 公共医療サービスに関する予算の問題が明らかになった直後で、アハアンの増額分だけでも、基本的社会福祉の代価の4倍となることに批判が集中した。2007年12月12日、応急の引上げの第1段階を1年延期することが発表された。ありがとうございます。